タイムリーツーベースなどで3点を取りました。その後点を加えて現在は6対1で、なおヤクルトはなお1点追加、現在7対1とリードを広げましたという感じに表現してました。十分このボールね、いうふうに言ってました。特にちょ左へファウル145、キャンプが終わってオープン戦でいきなりリリーフでトップバッター谷繁に変わりました。今日は谷繁大当たり、須藤監督もあれという表情でしたもんね。マウンドにあったら怖い青年だなと言われるように、はい、さあ5球で制するからボール、悪くありませんよね、野村。点を取りに行きました須藤大。さあフルカウント、ボール。ああボールが浮いてのスリーきますか。十分考えていいと思いますよ。さあなお一塁三塁でバッターは4番の歩かせるなんていう形になるとね、それで初めて変えられるかもしれませんね。はい、